日本の批評を作り上げた天才、小林秀夫。日本の数学史上最大の天才と言われる岡清。そんな2人の天才による対談から人生の極意を読み取りたいと思います。こんにちは、助真です。本日は小林秀夫と岡清の対談、人間の建設をご紹介したいと思います。いや、この本、本当に私も座右の書で、17歳の頃から最低でも年に1回は何度も何度も読み返している、えー、大事な本です。長さは100ページぐらい。 とコンパクトなんですけれどもそこに込められているエッセンスは極めて濃縮された濃いものでいろいろなことを学ばしてくれる一冊なのでま今回紹介して一人でも多くの方に手に取ってほしいと思っておりますはい、それでは本日の内容紹介ですまずは作者の紹介そしてその後作品の内容最後に作品の魅力読みどころを順番にご紹介したいと思います はい。それでは早速作者の紹介です。対談ということでお二人紹介します。一人目、小林秀夫です。もう言わずと知れた日本を代表する批評家です。文学をはじめ、音楽、美術、骨董など幅広い題材を論じました。具体的にはドストエフスキーとか、モーツァルト、ゴッホ、あとは日本の古典、西行などなどですね。代表作には無情ということや元織宣長などがあります。はい。続きまして、岡清。 日本数学史上最大の数学者です世界中の数学者が挫折した3つの大問題を1人で全て解決したとあまりにもすごい業績を上げるのでこの岡清っていうのは1人の人間じゃないだろうと、えー、複数の数学者が集まった数学者集団のことなんじゃないかブルバギみたいなもんじゃないかというですね、えー、伝説が飛び交ったとすら、えー、言われていますはい、えー、数学者の他にも随筆家としてもかなり著名で、えー、春秋十話などの代表作があります 今回はそんな小林秀夫と岡清の対談、人間の建設ですね、内容、こちら文庫本の紹介文から引かせていただきました。読みますありぜに言えば雑談である。しかし波の雑談ではない。文系的頭脳の歴史的天才と理系的頭脳の歴史的天才による雑談であると。はい、まあ雑談と書いてあるんですけれども、ここに書かれている通りですね、学問とは芸術とは何か。 からです、ね、まあ酒とかドストエフスキーとかアインシュタインとかもう本当に様々すごい幅広いですね読むたんびに少しずつ自分の知ってることが増えてるとあこの話こういうことかって分かったりとかうわまだこれ分かんないやとかですねもういろんな学びが深められる一冊になってますまさに書いてある通り日本史上最も知的な雑談酒の味からアインシュタインまでというべき一冊だと思いますはいそんな一冊なので ちょっとどこを紹介しようかなと、もう全部紹介したいぐらいなんですけど、さすがにそうはいかないので、えー、今回はこの対談の中でも特に軸となる、えー、この対談を通じて軸になる2人の問題意識、えー、2人が特に大事にしているものをご紹介したいと思います。こんな順番でご紹介していきます。まずは2人の問題意識、共通した問題意識からご紹介します。えー、簡潔に言うと、知力や芸術が低下してしまっているということを2人は憂うんですね。はい でその問題意識をご紹介した後じゃあそんなふうに低下してるっていうけど、学問や芸術を理解したり、味わったりするにはどうすればいいんだっていうその方法、2人の提唱する方法をご紹介します。そして最後により具体的に実践的な方法、2のさらに実践編として、3、最後に簡単にご紹介したいと思います。はい、では早速、2人の問題意識、知力や芸術の低下からお話をしていきましょう。 えまずですね、この本、開いていただくと、冒頭、こんな感じから始まります。小林、今日は大文字の山焼きがある日だそうですね。岡私はああいう人為的なものにはあまり興味がありません。小林さん、山はやっぱり焼かない方がいいですよ。小林、ごもっともです。えー、というですね、緩い感じから始まります。どうやら京都のどこかで対談をしているらしくですね、いきなりこれから始まるんですね。まあ、ただただ緩い冒頭として捉えてもいいんですが、 一応、出版社がここから、あえてここから文字にしてるんだというふうに考えて、ちょっと深読みをしてみたいなと思っているんですね。なので、一旦ここの人為的なものには興味がありませんというところだけ、ちょっと頭の片隅に置いといてください。あとはなんか、あ緩いんだな、みたいな、大文字焼きの日なんだ、みたいな感じで思っておいていただければ十分ですで。そんな人為的なものには興味がないという話から、教育、学問の低下という話に話,話,話題が移っていきます。 はいえー、っとそしてです、ね、その学問の話から芸術の話に、えー、移っていくんですね。ここが重要なので、文章も紹介していきたいと思います。芸術が悪くなってきている。岡、自我が強くなければ個性は出ない、個性の働きを持たなければ芸術は作れないと考えていろいろやっていることは、今、日本も世界もそうです。いい絵がだんだん描けなくなっている原因の一つと思います。小林 今の絵描きは自分を主張してものを描くことをしないからそれが不愉快なんだな。ものを描かなくなって自分の考えたこととか自分の勝手な夢を描くようになった。さて、えー、ちょっとここ補足しないといけないと思うんですけど、まあ、2人ともその学問の話そして芸術が低下しているって話をしていてその中で特になぜかですね個性の働きを持たなければ芸術は作れないと考えている多くの人が考えていると批判するんですね。 個性ばっかり重視して芸術作ってるから、いい絵が描けなくなってるんだっていうふうに大川は言うんです。で、小林秀征も同じく言うんですね。自分の考えたこととか、自分の勝手な夢を描くようになった。だからダメなんだって言うんですね。えって感じじゃないですか。芸術ってそういうもんじゃねと。芸術って自分の個性であったりとか、自分の考えた夢のこととか、そういうことを主張してこそ芸術じゃんって思いますよね。はい。というわけで、ん何言ってんだろうと。<laughs> はい。思っていただきながら、えー、では次行ってみましょう。 えー、酒も悪くなってきている。もう本当、もう老害と言われてそうですけど、今だと。<laughs> ずっといろんな悪口言んですね。えっ、ー、と、まあ、芸術からですね、岡清氏が、えー、酒大好き人間、小林秀夫に酒は悪くなりましたかと、えー、話を向けるわけです。すると、全体から言えばひどく悪くなりました。昔の酒は皆個性がありました。岡、日本は個性を重んずることを忘れてしまった。いい酒が作れなくなった。個性を重んずるとはどういうことか知らないのですね。 その土地その土地で自然にそういうものができてくるのですから、飲みすきはそれをいろいろ飲み分けて楽しんでいるわけでしょうと。んとちょっとここで思ったかもしれません。えー、ゆっくり整理していきましょう。ここでか小林秀夫が、日本の酒よくなくなったと。えー、昔の酒は個性があった。今は個性がなくなった。で、岡清は,日本,個性は日本は個性をもんずることを忘れてしまったっていうんですね。おいおい、さっきと違うじゃねえかよと。さっきあんなに個性だめつってたのに、おいおい、どうしたと。<laughs> えー、思われるかもしれませんがちょっとここ気をつけてほしいのが個性を重んずるとはどういうことかを知らないんですねって岡清が言いますそして小林秀夫がその土地その土地で自然にそういうものができてくるっていうんですねつまりこれちょっと補足をすると2人の言っている個性と世間一般で個性ともてはやされているものは違うってことなんです岡と小林は個性っていうものは 個人が自分の何かを主張したりとか自分勝手にいや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 主張するのは個性じゃないって言うんですよそうではなくて自然にできてくるものこそが個性だっていうふうにここでは言ってますだからここ一口に個性と言われても2つ小林と岡が批判している世間一般の個性と2人が主張する個性2つがあるっていうことはここは気をつけてください とはいえ、ちょっとまだわからないと思うので、えー、他の、えー、対談をちょっと見てみましょう。えー、続いてですね、その酒と芸術、酒ときて、次、小説行くんですね、えー。近頃の小説は個性がありますかと。すると小林が言うんです、えー。やはり絵と同じです。個性を競って見せるのですね。世界の知力が低下しているという気がします。そうでしょうね。ここです。ここポイントです。おっかきよし。ものを生かすということを忘れて、自分が作り出そうという方だけをやりだしたのですね。 はい、ここ先ほど、えー、自然によって作られるという表現がありましたけれども、まあ、まさにそれと一緒ですものを生かすということを忘れて自分が作り出そうという方だけだからこの1個目のものを生かすっていうのが小林秀夫と岡清の言う個性でも世間一般で言われている思われているもてはやされている個性っていうのは自分が作り出そうとする自分の個性を競うとするっていうのが一般の個性なんですねだからこれはダメだめだ もういろんなさあの芸術家や酒屋がもうどうだうちの酒だとかそういう風にやっちゃってるそういうのばっかりやってその土地土地の大事なものえー、米とか水を生かさないとか、えー、そういうことを忘れてしまってるんだっていうのが二人の問題意識なんですねオッカーはさらに続けるんですえ世界の知力が低下すると暗黒時代になる暗黒時代になると物の本当の良さがわからなくなる真善美を問題にしようとしてもできないからすぐ実社会と結びつけて考える それしかできないからそれをするようになる。うんここは私すごく好きな一節なんですけど、今でもかなりこうく,っくさっとくるような一節ですよね。今でもこうすぐに役立つものとか、えー、即戦力になるものとかっていうのは研究とかでもってはやされると思うんですけれども、それはどういうことかっていうと、世界の知力が低下してるからだっていうんですね。知力が低下してしまう。すると、ものの本当の良さが分からなくなる。良さが分からなくなるから、実社会を尺度に考える。 役にに立つっていうののはまさにそれのことですよね、うん、だ結果としてそれが根底にあってでどん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 いいものが分からなくなるどうだ俺のだどうだ俺のだってもうバン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 いろんなものができてきて目新しいものにどんどん飛びついてしまってるようになると、はい、だこれがこの二人のこの対談に限らずずっと通底している問題意識ですはいで、えー、っとそれをちょっと分かりやすく岡清の他の文章からご紹介したいと思います えーっとですね、無名という言葉に岡清はすごくこだわるんですね。ちょっとこれ簡単に紹介したいと思います。無名というのは仏教の言葉で生きようとする盲目的意志のことである。今の世相は芸術家は美を知らず、学者は真を知らずというありさまだが、そんなふうにさせてしまっているその本体こそ無名というものではないか。無名を退けながら進むのが生きるということなのだ。と、えー、ありますが、ま,あ、まさに。 今、ご紹介したような話を、ここで岡清志も自分の随筆で簡潔に書いてるんですね。だから、この無明っていうのは、今の言葉で言うと、2人が批判している個性と言い換えてもいいと思うんですけど、自分を主張しすぎること、俺が俺が我が我が、我がっていう、その個性、その盲目的意思っていうのが無明だと。はい、それによって芸術家は芸術いい美容を作れなくなってるし、学者は真が分からなくなっていると。はい、っていうふうに言うんですね。で、この無明というのは、人間の建設の対談でも出てきてます。 それははここです、はい、えー、人には個性というものがある。その個性は自己中心に考えられたものだと思っている。本当はもっと深いところから来るものであることを知らない。人は無名を再えさえすればやっていることが面白くなってくるということができるのです。例えば、涼感なんか、冬の夜の雨を聞くのが好きですが雨の夜を聞、雨の音を聞いても初めはさほど感じない。それを何度もじっと聞いておりますと、雨を聞くことの良さが分かってくる。 はい、かここで簡潔に言っているんですけど個性っていうのはもっと深いところから来るんだ自己中心じゃないそのコツがさっき言った無名これを抑制すればいいんだ、はいえー、ずっと言ってる通り、そり自分が自分がって,いうのを、えー、っていうのを個性だと思っているけれどもそうじゃなくてその土地土地にあるものを生かしたりとか、えー、自己中心的なものを抑えたりとかそれこそが個性だそれがあれば いろいろなものの良さがわかるだから例として雨の音を聞くっていうのをここで挙げてますけど雨の音をわーっと聞いてても何もなんだそれって感じかもしれないですけどじーっと聞いてる何度も何度もじーっと聞いてる挙心単解に聞いてるするとじわじわと良さが分かってくるんだっていうふうに岡清義は言うんですねはいまあ、まだちょっとこの雨の音聞いてもなって思われるかもしれないんですけれどもとりあえず問題意識についてはえちょっとなんとなくご理解いただけたかなと思うので簡単にまとめたいと思います 本能や自我個性を押し出すことが知力や芸術を低下させているこれが小林秀夫と岡清志の持っている問題意識一番大きな問題意識でこれがこの対談を貫いていると言っても過言ではないと思いますはい、では続いて学問や芸術を理解し味わうにはどうすればいいかということでまさっきその個性というものが間違えられているそれによって学問や芸術が低下しているという話をしました でもじゃあ、正しいその向き合い方、芸術や学問への向き合い方っていうのはどうすればいいんださっき言った雨の音を楽しめ、しっかりと理解するっていうけど、それってちょっとさすがに分かんないから、もうちょっと説明してくれと,ということで、2人の対談を続けて見てみましょう。はい、じゃあどうすればいいのかというように、小林秀夫は、ベルクソンという哲学者の言葉を紹介して、こう言います。問題を出すということが一番大事なことだ。うまく出す。問題をうまく出せば、すなわちそれが答えだと。 この考え方は、ベルクソンのこの考え方は大変面白いと思いましたね。本当にうまい質問をすればですよ。それが答えだという簡単なことですが。はい。続いて、よし。問題を出すときに、その答えがこうであると直感するところまではできます。できていなければ、良い問題でないかもしれません。小林。例えば、命という大問題を上手に解こうとしてはならない。命の方から答えてくれるように、命にうまく質問せよという意味なのです。 うんうんんんとといいいいいう感じだと思いますいややいやちょっとよく分かんないよと。命の方から答えてくれるってどういうことだよと。その答えがこうだと直感できるって、それ、お岡さん、あんた天才だからじゃないのと <laughs>。ここ2人どう,いうことどういうこと言ってるかって言えば、いい質問をすれば、もうそれが答えじゃんって言うんですよ。いやいや、そんなこと言ったら、もう数学の問題だって、英語の問題だって、俺ら苦労しないよと。俺が分かんないから苦労してるし、問題を、答えを何とか出そうとしてるのが我々じゃんと思うと思いますし、私もそう思ってました。 えー、というわけでもうちょっとこれ本当に分かりにくいと思うのでもう少し、えー、補足しながらじっくり考えていきましょうはい、えー、とこれは小林秀夫ずっと言ってることなので小林秀夫のデビュー作であるさまざまなる一生という文章から参考になる一節を引いてまいりました私には文芸批評家たちがさまざまな思想の制度を持って武装していることをとやかく言う権利はないしかし彼らがどんな生活性格を持っていようとも 批評の対象がその宿命を明かすときまで待っていられないという短期は、私には常に不審なことである。うんえー、と大事なところは、大事なのはここですね。批評の対象がその宿命を明かすときまで待っていられない。要は、ある対象がいる、その研究をしている、その研究対象から何か答えを出そうとしようとする。でもそうじゃない。その対象の方から答え、宿命を明かすまで待てって言うんですね。 ちょっと言ってること近いかなというのを分かっていただけたかもしれません。ただまだちょっとよく分かんないと思うので、さらに進んでみましょう。今度は岡清の随筆からです。読みます。私の生活のやり方は、一言で言えば自然に従うということである。数学に最も近いのは百姓だと言える。種をまいて育てるのが仕事で、そのオリジナリティはないものからあるものを作ることにある。 数学者は趣子を選べば、あとは大きくなるのを見ているだけのことで、大きくなる力はむしろ趣子の方にある。うん、うん、うん。えー、っと、大事なのはここですね。数学者は趣子を選べば、あとは大きくなるのを見ているだけのことであると。だこの質問というのは趣子なんですねだから質問。ちゃんとした質問、趣子を選べば、あとは趣子が勝手に大きくなってくれる。勝手に答えてくれるっていう、まさに同じ問題意識だと思います。 うん、じゃあ、ケザに分かったと。小林秀夫と岡清しがルールそういうことを言ってるのも分かったし、ちょっとその言い換えてくれてるのも分かって、2人が言わんとすることは何となく分かったと。でも、ちょっと全然根拠がないし、さすがにそれはちょっと同意できないわというですね、えー、ご意見があると思うので、えー、もう少し小林秀夫の方がいろいろと言ってくれてるので、ちょっとそれを参考にいろいろご紹介していきたいと思います。はいえー、小林秀夫、読書についてというですね、小林秀夫が読書論。 みたいなものを書いているんですけれども、えー、そこからご紹介したいと思います。読書100編とか読書3等とかいう読書に関する教訓には容易ならぬ意味があると。えー、続いてサンド・ブーブという、まあ、哲学者、作家かな、の言葉を引いてこう言うんですね。人間をよく理解する方法はたった一つしかない。それは彼らを急いで判断せず、彼らのそ,のそばで暮らし、彼らが自ら思うところを言うに任せ、日に日に伸びていくに任せ、ついに僕らのうちに、 彼らが自画像を描き,出すこと描き出すまで待つことだ。個人になった著者でも同様だ。読め、ゆっくりと読め、成り行きに任せたまえ。ついに彼らは彼ら自身の言葉で、彼ら自身の姿をはっきり描き出すに至るだろう。うん、ちょっと難しいかもしれませんけれども、要はじっくりと読めと、えー。もうすぐ理解してやろう、ささっと理解してやろう、器用に理解してやろうっていうふうに。 急いで判断するんじゃない、急いで理解しようとするんじゃなくて、その対象、まあ、書籍、今回でいうと本ですね。本の脇で暮らして、もうだん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 本の方から伸びていって、自分たちの中にその本の方から答えを描いてくれるまで待ってくれと。だそのためには読め、ゆっくり読めと。ちょっと見えてきましたかね。だから、1回や2回とか、こぎようにパパパッと読むんじゃない。じっくりじっくり何度も何度も何度も読めと。 そうすればおのずと分かってくるからっていうことを言いたいんですね。はい。じゃ次見てみましょう、えー。同じく読書についてよりです。書物が書物には見えず、それを書いた人間に見えてくるのには相当な時間と努力と必要とする。人間から出てきて文章となったものを再び元の人間に返すこと。読書の技術というものはそこ以外にはない。たくさん本を読んで、じっくり何度も何度も何度も読んで、 やがて、そのを書いた人間が見えてくるまで。だからある人間が文章を書いた。その文章からそれを書いた人間が分かるぐらいまで何度も何度も読めっていうようなことを言ってる。それがおのずと答えは分かる。いい質問を出せばいい答えはもうおのずと分かるっていうそのことなんですね。だ何度も読めば、すっとこう自分の中に浮かんでくるだろうという意味になってきます。はい、もう少しまだちょっと。 うんっていう感じだと思うので、えー、もう少しだけ補足をしたいと思います。われわれ、えーとまあ、我々ちょっと疑問に思っている通りですねある学生さんもそういうことを疑問に思ったみたいなんですね。で小林秀夫がその学生さんたちとこう質疑応答するところで、えー、こういうふうに答えます。えー、元折宣長という江戸時代の思想家の言葉を聞いて、こう言うんですね。考えることを昔はカムカフと言った、このムというのは身、体であり、カうとはかわすです。 つまり考えるとは自分が身をもって相手と交わることだと言っている。だから考えるというのは付き合うということなのです。ある対象を向こうへ話してこちらで観察するのは考えることではない。対象と私がある親密な関係に入り込むことが考えることなのです。人間について考えるというのはその人と交わることなのですよ。と書いてますね。はい。だから何度も何度も読めと。 その理由っていうのは、そもそも考えるっていうことの語源はこういうふうになってる。だから自分の身をもって相手と交わること、親しく付き合うこと、研究してやろうとか言ってですね、相手側に話して、そういうのは考えることじゃないんだ。自分の身を浸せ、その人と交われっていうふうにですね、続き見てみましょう。えー、同じく学生との対話から、人間を考えるとき、人間の精神というものを考えなければならない。精神を考えるとき、どうしても科学の方法ではできない。 その人と交わるしかないんだつまり、その人の身になってみるということだね。より分かりやすく言ってくれます。こう見ること、親にしかずと言うだろう。親は子どもと長い間親身に付き合っているから、子どもについて一番よく知っているのです。この知るは学問的に考えて知るのではない。本当の知るということ、考えるということはそういうことなのです。 やっとちょっと見えてきたかなと思うんですけど、えーまあ、要は考えるっていうことその何かをこう対象をじっくりと考えることっていうのはその対象と自分の体を交わすようなこと真理に付き合うようなこと親が子供と親しむようなことっていうのがそれが考えるっていうことなんだっていうふうに言うんですねだから対象っていうものを研究対象としてボゲッと見せたりするんじゃなくてもう常にその対象の傍らにいて、えー、いつもいつも考えている。 それで思い出すのは俺、さかなクンなんかは、えー、ちゃんとかむかってるなと思うんですよね。あの人ってもう、魚を研究対象としてじゃなくて、もうけん、もう魚ともう、完全に付き合ってますよね、親しく。<laughs> もう、魚に身を浸してる。ああいうのは、だからまさにかむかってる。あれが正しく考えてることだなっていつも思います。あとは、この人間の建設の中でも野球選手の話が出てくるんですけれども、野球選手っていうのは、本当、常にその、 バットで打つこととか、そういうことも体を浸して考えているっていうことを常に強調するんですね。それなんかもまさに親しくしている、えー、そういう実例だと思います。だからわれわれが、えー、そういうふうに何か対象を考えるっていうにはためには、親が子どもと付き合う、そういう気構え、か親が子どものことを考えるとき、親が子供について考えるときって、理屈で考えたりとか、えー、この人こういう類型だからとか考えないじゃないですか。 でもこう親しく付き合ってるからこそパッとその子供が今何で悩んでるかとか何で苦しんでるか何が必要なのかみたいなことが浮かんでくる。それは自然と付き合ってるからこそ芽生えてくるわけですよね。それがまさにいい質問を出せばいい答えになるっていうその裏の意味で親しく付き合っていればおのずと自分の中に答えが出てくる。 親があの子今何考えてるのかなっていうのもうその何考えてるのかな,な何で悩んでるのかなっていうふうに分かってあげられるっていうのも立派な答えなんですよねだって全然親しくない人からすればその人が悩んでるかどうかも分からないである程度親だったらもうそのまま何で悩んでるかっていうのも類推が効くんですよねそれこそがかむかうっていうことそして研究や対象や学問芸術、えー、人の時に大事なことなんだと だから芸術この人間の対話の建設の中でも芸術であるものを描く時にその描く対象とか向かってないやつの絵っていうのはダメだっていう風に言うんですねうんそれがえー、っとその末に滲んでくるのが個性だっていうんですよつまりじっくりじっくりその対象に向き合うことそうすればやがてじ,じわじわと自分の中にその答えが出てくるやっとそこから個性の 範疇に入ってくるんですよねうんだから日本の伝統芸能の,の言葉で言うと「守張り」えー「守って破って離れて」っていうのがありますけれどもまずは守る「肩に入る」「ガチガチに入る」「そんなところで潰れてしまう個性なんていうのは個性じゃない」「まずガチガチに肩に入る」「そしてその後肩破り」「肩を壊していく」「自分なりの少しずつ個性を出していく」「そして最後は完全に肩から離れても完全なる自分の個性として生きていく」 そこででやっっと個性なんだって言うんだてうすねこれは、えー、とこの間亡くなってしまった安藤三松さんっていうあの方が対談でも言ってますけどその個性っていうのは例えば電車の中で足広げてたりとか騒いでるとああいうのは個性じゃないんだとあんなのかただの自分勝手だっていうふうに怒るんですよね。強いられたもの我慢の末に,に滲んでくるものが個性だっていうふうに言ってましたけれども全く同じだと思います。はい。ちょっとここすごい長くゃってますけど。 もう一つだけ言っておくと、まあ、芸術でいうと民芸という考え方があります民芸っていうのは柳宗悦という、えー、日本近代に活躍した、まあ、民族学者と、まあ、一応民芸学者と言われるんですけど、まあ、学者の言葉でどういうものかっていうと、えー、その地方とかの民衆の中から出てきた実用品 それが美しい、それこそが民衆の芸術だっていうふうに言ったのは民芸っていうんですね。だからあの見逃傘とか、あ、まあいうやつですけど、ああいうのって誰が作ったわけでもないじゃないですか。長年かけて先人たちの知恵を受け継ぎながら、徐々にそこから芽生えてきた。それが民芸で、だから美しい、実用的だっていうふうに褒めるんですけど、まさにだから、小林秀人と岡清がことほいてる芸術っていうのも、その類のものなんじゃないかなというふうに思いますね。 すすっっかり長くなっちゃいいいままましたが、えー、っと、ま、とめておいて思います、はい、対象を理解したり何事かを成したりするためには対象とじっくり付き合うことすると一人でに答えが分かる、うん、まあちょっと最初突飛かなと思ったかもしれませんけれども、まあ、少しでもご理解いただけたんじゃないかというふうに思います、えー、では、えー、より具体的にその対象とカムカフにはどうすればいいんだと。 まあじっくり読むっていうけど、もうちょっとなんかないということで、この対談、最後がこの話題で締まるんですね。えー、早速見てみましょう。はい。素読せよ。ということで、素読っていうのは、えっ、ー、と、江戸時代の寺子屋で行われていた教育の方法のことです。えー、と簡単に言うと、暗唱リピートアフターミー e r me ですね。<laughs> えと先生が、例えば、詩曰くっていうと、生徒さんがみんなで声を合わせて、詩曰く。 で、次、何々って言うと、何々って返す。ずっとそれを繰り返していく。そして、ほとんど意味の解説とか解釈はしないんですね。ただただ音読していくっていうのが、素読、えー、という教育方法です。で小林では、その素読について、こういうふうに言うんですね。素読が教育上どういう意味をもたらしたか。えー、論語を簡単に暗記してしまう。要は、何度も何度も唱える。しかも、幼い頃なんで、10歳とかに満たない頃なんで、暗記でき暗記するんですね。工夫みたいなもんです、要は。 我々が九九をいい一が一いい二が二とか言って答え、あの唱え続けたように、まあ、そういうノリで覚えてしまうと。えー、で、暗記するだけで意味が分からなければ、無意味だというが、それでは論語の意味とは何でしょう。それは人により、年齢により、さまざまな意味に取れるものでしょう。一生かかったってわからない意味さえ含んでいるかもしれない。それなら意味を教えることは、実に曖昧な教育だと分かるでしょう。丸暗記させる教育だけが、はっきりした教育です。 はい、うんだからその何か解釈したいとか理解したいとか俺なりにの解釈を提示したいっていうのがいっぱいあるとでもそういうんじゃないんだともっと大事なのは、えー、その暗記をすることだって意味って常に変わっちゃうからっていうふうにこれはしておいてこっちの年齢とか読み手の、えー、境遇とかあるいは研究によって読み方は変わってしまうだから一生変わったって分からない意味さえ含んでるかもしれないだから意味は 教えようがない、曖昧なんだ。だ丸暗記だけが教育なんだと、うん。今の時代からするとマジかって感じのことを言ってる、うん、と感じる人もいるんじゃないかなと思うので、ちょっと次を見てみましょう、はいで。どうしてそんなことを言うかというと、こういうふうに言うんですね。論語はまず何を置いても、万葉の歌と同じように意味をはらんだ姿なのです。古典はみんな動かせない姿です。その姿に親しませるという大事なことを素徳教育が果たした。 姿には親しませるということができるだけで、姿を理解させることはできないっていうふうに言うんですね。だから、えー、例えば詩を、小石で他の場所で言うんですけど、詩を他の言葉に言い換えても意味がないと。うん、いや例えば、反戦の詩があったと。それを言い換えて、例えば戦争は良くないことですって言っても、全く意味がないじゃないですか。はい、それはその詩だからこそいい。その詩の姿が大事。 その姿に肝があるっていうふうに、えー、いう意味だと思うんですけれどもだから姿には理解させられるんじゃなくて親しませろっていうふうに言うんですねで理解させるっていうのはもう常に意味が変わっちゃったりするだからさっきのと言うと戦争はダメだっていうのももしかしたらその常に変わっちゃうかもしれないはいでも姿っていうものには親しませることができるで親しんでおけば、えー、いろいろな時にそれが自分に染みたりあ,ああいう意味だったのかなって分かったりするそれはまさにさっき言った かむかう結果自分の中におのずと芽生えてくるっていうことが起きるわけですねはい、それを最後岡教授がこう補足します最後です理性というのは知っているものから順々に知らぬものに及ぶという働きしかできません知らないものを知るためには飛躍的にしかわからないですから知るために捨てよというのは誠に正しい言い方です 理性は全く純粋な意味で知らないものを知ることはできない。つまり理性の中を泳いでいる魚は自分が泳いでいるということが分からない。お説の通りだと思います。といってこの対談は終わります。はい、ちょっと最後、あの少し難しい言い回しですけれども、要は我々はある,ことある知っているものをベースにそこから階段、段階を経ていろいろなことを知っていくと。全く分からないものって理解することができないんですね。 例えばある惑星、どっかの惑星にいるポチョペンコみたいなのがいるとしましょう。はい、意味わかんないじゃないですか。いや、クエスキューに何言い出したんだって、絶対思われてると思うんですけど、でも要はそういうことなんですよ。うん。我々が例えば異星人を考えるときに、異星人なんだから、もう本当、わけのわかんないデザインでもいいのに、どうしてタコみたいな格好をさせたりとか、えー、空想上の動物っていうのを、いろんな実在の動物の合わせ技にするのかといえば、理解できてるものしか理解できないんですよ。 その延長線上しかか全く知ららなないいもののっていうのは分からないとだから、まず最初にその姿を知っておく、姿に親しんでおく、姿を知っていることさえできれば、そこから徐々にいろんなものが分かっていくっていうふうな言い方をしてるんですね。ちょっとさっきの,あの宇宙人と核動物の例はちょっと極端なあれですけど、だから、いきなりその人生訓だったりとか、その論語の妙味みたいなものに飛躍することはできない。 まずその姿に親しむそしてやがてそこからいろいろなものに徐々に徐々に、えー、段階的に思いを馳せることができる知るようなことが知るようになっていけるっていうふうにここは岡教授が補足しているところだというふうに、えー、理解しています。まあ、だから素読っていうのはその本当第一歩だと。だから本当になんかただ防暗鬼したらいいっていうことはさらさら言ってなくてそれに姿に親しむ。 そそしててこかから順々にいいろんなものが分かっていくだからある年になった時に「あ,あの一節ってそういう意味だったんだ」っていうのがふっと芽生えたりとか「うん年取った時にはあれあんまり文章じゃなかったな」って思うこともあるかもしれない。でも要はそういうことだと。まずは、えー、そういう暴漠な通りペっぺんの理解っていうのは古びてしまう、えー、時々によって変わってしまうけれども姿に親しんでおくっていうことはいろいろなものに波及していくし、えー、時々によって自分の中にいろいろなものを芽生えさせてくれる。 だから、所得しよううと、はい、というわけですね、えー、だから本、ま、当、あ、この対談、改めて最初から言うと、今はその自分勝手にいろいろなものを理解したり作ろうとしたりするというその間違った個性がばっこしているとで個性っていうのはそういうものじゃない、強いられた、我慢した、じっくり時間をかけた対象と親とこのように付き合って、やっとその薄いに自分の中に何かが芽生える。 それが理解することだったり芸術を作ったりするっていうことなんだと。で、そのための方法の一つとして文章ならば素読せよと。あるがまま対象に向き合うこと付き合えというのが、まあ、この二人の対談の骨子になっています。はいえー、というわけでまあ人間の建設、今、ざざっとこの自分なりのまあエッセンスというのを紹介したんですけど、本当に一部です。 はい、確かにこれ軸に背骨になっているのでこの話を分かっていただけるといろんなところの理解もクリアになるとは思うんですけれどもほんとたくさんの話があるのでぜひぜひあの手に取ってみてくださいあの全然知らないこういう名詞とかってほんとたくさん出てきますけど何度、えー、も何度も読むことによってそれこそこの人間の建設とカムカフことによって自分の中に何かが芽生えていただけたらと思います はいというわけで、えー、最後参考文献読書案内ですね、えー。今日ご紹介したのは小林秀夫徳清の対談人間の建設。えー、こちら、新潮文庫から2010年に出版されています、えーと。文庫本で100ページちょいですし、えー、注釈もかなり充実しています。えー、内容は決して優しくないんですけれども、まあ、薄さとその注釈の丁寧さから、まあ、丹念に丹念に何度も何度も読んでいけば、えー、決して、えー、親しめないものではないので、えーっと まあ挫折しても全然いいと思いますし、私のようにこう1年に1回引っ張り出すとか、あのそういうふうにして、ぜひこの本と親しんでいただきたい一冊ですので、あのぜひ手に取ってみてください。はい、で、読書案内ですね。本日紹介した本をご紹介します。というと、まず小林秀世の読書についてですね、こちら、小林秀世の読書論とか、本を読むことみたいなことの文章,文章がまとめられた一冊ですごくいい本ですね。 ちょっと2000円弱と少し値は張るんですけれども、その分、えー、粒揃いで、あの小林秀夫を読んだことない、でもちょっと読んでみたいっていう人の1冊目にも十分お勧めできる1冊ですので、手に取ってみてください。はい。で、あと学生との対話。こちらも、えー、紹介した本ですけれども、こちらは小林秀夫が行った学生への講演会の、えー、その後、講演会後に行われた質疑応答集ですね。えー、というわけで、質疑応答集というわけで、えー、結構読みやすいです。 安さんが素朴な質問を投げて小林秀夫が何とか分からせようと手を返しながら丁寧に説明するという体裁なので小林秀夫ちょっと分かりにくい難しいという印象がある人もこれだったらかなり入りやすいと思いますし、まあ、短いので、えー、読みやすいと思うのでこれすごくおすすめですねこの2冊本当どっちでもいいんですけど1冊目におすすめですのでぜひ手に取ってみてくださいで岡清、えー、の随筆2冊ですね今回紹介したものですが代表作はこちらの春昇十話 えですあとこっちの修復プカおも面白いんですけれども、まあ、ピカソの話とか、えー、松尾芭蕉とかですね、あとは、えーあのー、西遊記の話とか、これを読むと、本当、岡さんの興味の範囲って広いしいろんなこと考えてるなと、えー、思わせられる、本、え、当、ー、面白い一冊、えー、ですね。随筆として日本語の格式も高い、えー、ですので、読んでみてください。いやいやや すっかり長くなってしまいましたが、あの、本当、この人間の建設は私の思い入りの深い一冊なので、一人でも多くの方に手に取っていただけたら幸いです。はい。えー、というわけで、長くなってしまいましたが、最後まで本日はご視聴いただきまして、えー、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もぜひぜひよろしくお願いします。ハッシュタグ、助けざね図書館でのツイート、拡散なども合わせてお願いいたします。えー、それでは、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。えー、またお会いしましょう。さよなら。